皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、それではクロノクロス実況プレイパート3やっていきたいと思います。撮影外でですね、このアルニ村でちょっと取り逃してたアイテムを全て回収いたしました。で、前回ちょっとエレメントについてあまり詳しくご説明していなかったので、まあ新しくその見つけたアイテムが大体エレメントだったので、ちょっと配置するついでにね、簡単にご説明したいと思います。うまく説明できるかわかんないけど、はい。でエレメントというのはまあ一応赤、青、黄色、白、あとこれの他にも緑色とか、緑色とあと黒と、5種類があって、で、まあ、エレメントごとにレベルが決められていて、で、まあ、その配置できるものも、その、エレメントの右下にあるレベル1とか、なんかプラスマイナス7とか、なんかいろいろ表示されてると思うんですけれど、例えば、このレーザーの場合、この、エレメントをはめられる場所のことをグリッドって言うんですけれど、グリッドがね、左からレベル1、2、3で割り当てられていて、レーザーはレベル1なので、本来レベル1のところに装備するものなんですが、プラスマイナス7なので、このレベル1よりもね、7つ上か下のレベルに装備することができます。なので、例えば、レベル3のところに装備することができます。で、まあ、本来このレーザー、レベル1のものなので、ここに装備するとね、ただレーザーで表示されるだけなんですけど、これをもしね、レベル3のところにつけると、プラス2ってなったと思います。で、このプラスがつくと、本来レベル1の時にね、使うよりも威力が上がったり、逆にね、本来このレベル2のヒールをレベル1に装備すると、今度これがマイナス1ってなったと思うんですけど、これは本来の威力よりも少し下がった状態で発動されます。で、このタブレットに関してはレベル1、プラスマイナス0ということなので、レベル1のところにしか装備できません。まあそんな感じですね。超簡単な説明ですけど。なんか確かね、これセットするときおすすめ配置っていうのができたと思うんだけど、何がどうおすすめなのかよくわかんないから、はい。どうおすすめなのか問い出したいくらいなんだよね。めちゃくちゃ雑な説明で多分全然わかんなかったかもしれないけど。まあまあまあ。そういうのもあるんだな、的なくらいで、お願いします。それほど理解する必要はないです。こっちで勝手にうまくやりますから。さて、とりあえず、おばあさんの浜今俺なんて言おうとした入ります。お待ちどうさま。遅くなっちゃった。ごめんね、セルジュ。あれ、ポシュルも一緒だったの？なんだ姿が見えないと思ったら。わーい、レナちゃん、ご機嫌ようでしゅる。二人でしっぽりあちあちでしゅるか？ポシュル、お邪魔さんででしゅる。バカね、おかしなこと言わないの。プシュシュ。どうだった？子供オオトカゲの鱗、ちゃんと集めてくれた？わあ、綺麗。これなら素敵なネックレスが作れるわ。ありがとう、セルジュ。それに、ポシュルもね。え、変でしゅる。でも、久しぶりね、ここに来るのも、昔はよく遊びに来たのよね。ノーは言ってなかった。変わらないね、海は。
私たちが生まれるずっと前からこうして寄せては引いて、気が遠くなるくらいの長い長い時間、たくさんのものを見て、たくさんの声を聞いて、私たちがいなくなった後もきっと何一つ変わらない。寄せては引いて、引いては寄せて。ねえセルジュ、ずっと昔子供の頃にもこんな日があったよね。やっぱりここでこんな風に海を眺めながら二人でいろんなことを話して、あの日のことを覚えてる？覚えてます。俺は知らんか。本当？本当に？そうか、セルジュも忘れずにいてくれたんだ、あの日の約束。今の選択肢結構重要です。なんだか嬉しいな。でも不思議だよね、思い出って。もうすっかり忘れたと思ってたのに、胸の奥からいきなり浮かび上がってくるんだもん。じっと待ってるんだね、ちょっとしたきっかけで思い出してもらえるその時が来るまで。そう、今この瞬間だっていつかふと思い出したりする時が来るかも。10年、20年経って私たちが大人になって、結婚して子供ができて、そんなある日ふとね。その時私たちどんな大人になっているんだろう、どんな生き方をしているんだろう。今日の日のことはずっと覚えてるよ。うん、そうだというね、本当に。ねえセルジュ、私ね、本当はセルジュ。セルジュ。セルジュ、どうかしたの？誰に呼ばれたんだ？セルジュ？これプレステなのに結構こういうムービー映像綺麗だよね。この頃からスクウェアエニックスの技術はすごかった。あ、この時まだスクウェアか。どうした兄ちゃん、こんなところで寝てちゃ危ないぞな。大丈夫かの、なんでまだこんなところでひっくり返ってるんじゃ。遠くから兄ちゃん見つけたときは正直ギョッとなっちまったぞな。ドザイモンかと思ってな。は？なんじゃ？レナじゃと？わしらが来たときには誰もおらんかったかな。レナの知り合いか？お前さん。レナなら村で子守をしとったようじゃか。それじゃあわしらはこれでな、兄ちゃん。レナに用があるならアルニ村に来るがいい。こんなところで遊んじゃいかんぞ。なんかあってからじゃ遅いでな。村の人じゃないの。セルジュさん、お前それで知るか？ピカーとなってポシュルもバターンの Q で知る。ポシュル先に気がついたんで辺りを見てきただけ知るよ。でもこの辺りにはレナちゃん影も形もないでしゅる。どっかにドロンと消えちゃったでしゅるか。レナちゃん大丈夫でしゅるかね。とりあえず出ていきましょう。トカゲイは南。またここ探索するのか。おー、出てくるモンスターが違っている。出た。一応ここはね
前全パートで攻略したトカゲイワーのようで違うトカゲイワーです。意味がわからない。なので宝箱もね、もう一回回収し直していきます。まあ素材が欲しい時はまあ多分戦うと思うんですけど、特にあのレベル上げとかこのゲームはないので、結局ねボス倒してレベルスターを確保しないと成長しきれないのでその辺あまり気にせずやっていきます。さてシュー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 、痛いな。もう一度チュー。よし、じゃあレーザー使ってみよう。いいね。そうだ、あのフィールドエフェクトっていうのもあるんですけれど、あのフィールドエフェクトっていうのは、まあ、あのいろんなエレメントを使えば色が変わっていて、まあ、とにかくね、俺もそんなに詳しくは理解できてないんですけど、例えば白いエレメントを使いたければ白い色でねまとめれば白いエレメントの威力が上がると、大体そんな感じです今は赤が多いので赤いエレメントの威力が上がっています。そうね、フィールドエレメントによる影響とかっていうのは敵も味方もどっちも受けるので、敵の有利な状況にならないように気をつけないといけないね。宝箱あるのかな、あるね。ミノランタ、昔教育テレビにグーチョコランタなかったっけか。当たんね。よっしゃ、クリティカル。撃たれる前に撃つ。シューシューシュー、よし。特にね、一応敵倒して能力値は上がるっちゃ上がるんですけどね、上がるっちゃ上がるんですけど、レベルスター確保しないことには成長に限界があるので、キャラクターを育てたければ話を進めてボスを倒すのがね手っ取り早いんです。敵を倒すのは主にあの例えばドロップでエレメントを手に入れたりとか、あとは武器や防具の素材になるアイテムを集めたりとかね、そういう目的で敵と戦います。あ、くそ、マジだ、あかんね。ただ結構キャラクターの強さとかはあんまり関係なく、結局のところなんだろう、戦略が結構大事になってくるゲームなので、もしなんとなくあの戦ボスと戦って勝てなくても、なんだろう、やり方をちょっと工夫してみたら意外とあっさり勝てたりとかね、そういうこともあります。さてアルニ村、ここでなんかアイテム貸しあるのかな。虹色の貝殻、悪いけどそいつは売り物じゃないのね。代わりに何か買ってきなさいよ。なんか今売ってんの。お、
まにこういうふうにエレメント売ってる時もあるんですけど、あんまり急いで買うほどではないんですよね。うん、そんなに重要でもないかな。例えば多分武器とか防具とかだってまだ新しいものとか多分追加されてないから、ターナーボーンだか、うん、全然ダメだ強さが全然ない。だいたいアイテム回収は、さっきっていうかね、パート1パート2でいたアルニ村とだいたい同じところにアイテムが置いてることが多いので、もう一回回ってみたいと思います。これですね、よしよし。あとどこだっけな。あ、ちょっと自宅あれりゃ、なんか部屋の雰囲気変わったでしょね、シルジュさん。おばちゃん、いつ模様替えしたでしょか。殺風景な感じになったでしょよ。暗い。ありゃー、こっちも模様替えでしょか、シルジュさん。物置みたいになっちゃったでしょね。それなんだか埃っぽいでしょ。そい。かね、この辺ボマー、非属性というか赤い属性、あん非属性とかそういうなんか本当に魔法的な属性名じゃなくて、色がその属性なので赤属性ですね。赤属性レベル2、敵全体を攻撃する魔法。どうしようかな、回復魔法欲しいしな。ここにボマーつけてこっちに連打つけるか。よし、まだつけられるエレメントに限りがあるからね。ん、なんだお前、勝手に人の家に上がり込みやがって。俺んちはガキどもの遊び場じゃねえんだ。遊ぶんなら外で遊びな。おじさん誰で知る。ここセレジュさんのお家ですよね。マージおばさんどこ行ったでしょうか。あ、なんだって、マージ一体誰だそりゃ。俺はもう5年もここの家に住んでんだ。そんな名前のやつは聞いたことないぜ。5年も、おじさんそれ本当でしょうか。あちゃぶー、なんかおかしな話になってきたでしょ。ほらわけわかんねえこと言ってねえで、とっとと出てけよ。おばあさまの浜で妙な事件に巻き込まれる前はここは間違いなくセルジュの家だったんですが、どうやらここはではここはセルジュの家じゃないみたいですね。お母さんも住んでなかった。あれ、これだこれだ、返事がない方の壺のようだ。はい、はいはい、でもう一回タルと違ってこっちは女口調なんだ。壺の中にあったアイスランスを手に入れた。これまた青属性レベル2かな。だね、つけとこう。一応先天属性っていうのがあって、キャラクターごとにその白とか黄色とか属性があって、例えば、白だと黒と相性が悪くて、赤だと青と相性が悪くて、黄色だと緑と相性が悪くてっていう風にあるんですけど、特にあのエレメントの配置とかには関係なかったと思うので、敵が使ってくるあのエレメントとかその辺ちょっと気をつけなきゃいけないくらいかな。分かった、あ、宝箱、タブレット、あとは前だとこの辺なんかあったけどなくなってる。こ
きりないんだ。さてさて、いらっしゃい。あれ見かけない顔ね。テルミナから来たの？どう？あっちの様子は。蛇骨感謝祭に向けて街の雰囲気も盛り上がってきてるんじゃない？え、芝はどうしたって？何のことよ。とっくの昔に諦めたわ、あんなもの。うぬぼれて一人でバカみたいな夢を見てただけ。才能なんかなかったのよ、私には。でもどうしてそんなことを知ってるの、あなた。私が詩を書いてたのは誰も知らないはずなのに。ふん、どうだっていいわよね、そんなこと。私が実際に詩を書いていようといまいとね。どうせこの世界の果ての偏僻な村の小さな店でウェイトレスやってる娘の話なんか。あらま、言ってくれるわね。世界の隅っこの小さな店でもそこから大きな夢が羽ばたくことだってあるわよ。ふん。あら、マスター、本当にそんなおめでたいことを信じてるの？世界の隅っこのちっぽけなこの村でちっぽけな毎日を送ってるちっぽけな私たち、どうあがいたって何も変わらないし何の報いもない。それが現実よ。やれやれ。あの子ね、ちょっと前パート前々パートでは話しかけなかったんですけど、元いた、アルニ村の方だと詩をね書いてたはずなんですけどね。ねえねえ、知ってる？よその兄ちゃん、よその兄ちゃん、ある、うん、セルジョの兄ちゃんじゃねえもんな。今村の女の子の間で一番人気のアイテム、西色オウム貝の貝殻で作られたブレスレットなんだよ。僕もキキにプレゼントしたいけど、したいんだけど、あの貝殻めったに見なことじゃ見つからないんだよ。ああ、このままだとキキはロロのこと好きになっちゃうかもしれないし、僕ちゃん大ピンチ。女の子の好みまで全然違う。ここだと、ここで一応ね、前はレーザー撮ったんだけど、あ、こっちもレーザーなんだ。よしよし。で、ここもなんかすごい怪しいことになってる。いや、こんにちは。ちょうどお祈りをしていたところだよ。ご覧、これはラッキーダンというんだ。遠い東の国から持ち帰られた幸運を呼ぶお守りだよ。優しさと悲しみの波動がビンビン伝ってくるだろう。素晴らしい愛と勇気のメッセンジャーだよ。今の慈しみだったかな。考えてみるがいくようだよ。なんと私たちの毎日は不安と恐れとに支配されているほどだろう。あぶくのように消え去る昨日、何一つ見えない明日、そしてなすすべもなく流されていくだけの今日。そんな中で日々私たちを守り力強く支えてくれるのが、こうした人々の祈りのこもった聖なるアイテムなんだよ。さあ兄弟よ、私と共に祈りを捧げて心の平安を取り戻そうじゃないか。真実の愛と安らぎは今こそこに。ラッキー団と共にある。中二病ですね。よし、とりあえずレナに会おう。多分この桟橋にいるんじゃないかな。キャッポー。レナちゃん、ここにいたで知るか。ポシュルたちを置いて先に一人で帰っちゃうなんてひどいで知るよ。一人で先に帰った？一体何の話、ポシュル。それに誰、あなた。見かけない顔ね。前にどこかで会ったかしら、テルミナの人。あれりゃ、どうしたでしょうか、レナちゃん。こら、そこのやつ。気安く俺たちのレナ姉ちゃんに声なんかかけんな。バカなこと言ってんじゃないの。そんなことより調子に乗ってあんまり遠くへ行くんじゃないわよ。おーい、了解。まったくもう、のんきでいいわね、ちびすけどもは。チビどものことは気にしないで、別に悪気はないのよ。でもそういえば
あなたは昔は隣に住んでた男の子になんとなく似てるわね。その子の名前は？え？名前なんて聞いたらどうするの？死んじゃったんだ、その子。まだ小さい時に溺れてね。もう10年も前の話よ。後を追うようにしておばさんは亡くなられて、私も小さかったからよく覚えてないんだけど、後になって母さんに聞いたから。その子、セルジュって言ったんだ。セルジュは僕だ。あなたがセルジュ？セルジュのことでそんな冗談やめて。死んじゃってるんだよ、あの子は。もう本当のこと言うとね、私あの子のことちょっと好きだったかな。もしあの子が死なずに私と一緒に時を数えて大きくなってたらどうなってたんだろう。変だね、初めて会った人にいきなりこんな話しちゃうなんて。セルジュが来てたらなんて考えてみたってしょうがないのよね。亡くなったセルジュが戻ってくるわけないし、死んだ子の年を数えるなって母さんいつも言うもの。風泣きの岬にあの子のお墓があるの。よかったらあなたもお参りしてあげて。ここしばらくは誰もいてないはずだから。それじゃあ私まだ仕事があるから、さっきはごめんね、ついカッとなっちゃって。それじゃあさよなら、旅の人。おっと、私のセルジュはすでに亡くなっているはず。しかも10年以上前に。で、マージュさんもお母さんも少し前に亡くなられていると。で、そのこっちのねセルジュのお墓がその風泣きの岬というところにあるんですが、それはまた次回探索していきたいと思います。では今回はここまでにしておきたいと思います。というわけでクロノクロス実況プレイパート3はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。